お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。週末のバンギャです。はい、2月ですよ。2月か、あっという間の1月だったね。まあ、1年間はもう年齢あっという間に過ぎていきますよね。はいはいはい。2月という私たち、はい、なんと周年なんですよね、はい、2月周年、3周年になりました。3年目という、あ、3年目じゃないよ、丸3年ということです。そうですね、3年目に入るっていうことです。はい、ね、違うよ、違うよ、3年経ったんだわ。やばい、計算できなくなってきちゃった。丸3年を迎えて次に4年目の活動になります。はい、ありがとうございます。皆様のセカンドアルバムを2月12日に出します、うん、怒涛でしたね。怒涛でしたね。2枚も作るもんじゃないですね。まあ12月と1月はもうそれしかやってない感じですね。何回その作業しか、何回同じ曲を聴いたろうみたいになっちゃいます。確かに、まあまあそういうもんですけど、はい、自信を持ってお届けしたいと思います。はい、はい、ということで2月、うん、なんか私たちのおすすめソングがありますか。もうね、2がつくともう、うん、真夜中のにゃんこ。ああ、まあ、まあ、1月はね、先月ワンコだったから、まあにゃんこ、にゃんこ。真夜中オリジナルバージョン、オリジナル、そうですね、えりちゃんと一緒にコラボしてるバージョンも、そうだね、うん、結構だからいろんなバージョンがあるってことだよね。そうなんです、そうなんです。で今回はね、あの、うん、アルバムの方に、アルバムの方にも裏バージョンも、裏バージョンもいいとうとうやってきた歌詞を入れ替えても歌えるというのを実証しています CD の中で、うん、ぜひ聴いてください。何の CD が出るのか分からないけどこの辺に、まあいろいろ出るさあ、聞いてください。ということで、はい、今月の君のバースデーを、はい、お届けしますか。2月生まれの皆さんに、うん、お誕生日おめでとうの気持ちを込めて歌います。君のバースデー、まあ2人もらってね。